35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、番外編、実践編、1、オートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお伝えしています。おかげさまで200人の皆様にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。2020年の8月より、2周年ですね、終えましたので、その企画としまして、ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしておりましたが、11月12月に関してはその中でもオートキャドというソフトに特化してお話をしています。こんなご質問をいただきました。任意の範囲に白い紙を貼った状態にして見えなくしたいっていうご質問でした。この場合にはワイプアウトっていうところですね、コマンドを使っていただくと、そのモデル空間にあるオブジェクトを隠すというところができます。例えば地図の等高線の上に文字や表を作成したいけど線が多いから見づらいっていうところにはですね、必要じゃない場所を作成整時に見えないようにしたいときっていうときにはワイプアウトのオブジェクト、そうすると目隠しのようにできますのでよろしいのではないかって。また何がいいのかっていうと、元の図面を加工するわけじゃないので、元の図面はそもそもそこで保持できるっていうところがいいのではないかと思われます。今までたくさんのオートキャドレビットのご質問に答えさせていただきました。その中でもですね、一問一答形式で今お答えをさせていただいているというところになっています。またこのような時にですね、オートキャドとは限りませんが、ソフトの質問っていうのが多くなるかと思っております。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしております。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。